どうも、田中ガリメンです。今回は、ちょっと前に受けた共通テスト模試の結果が返ってきましたので、ちょっとその報告をさせていただきたいと思います。ではもう早速手元にですね、冊子が来ているので、はい、そちらの方でちょっと得点をいかほどだったのかご紹介していきたいと思います。じゃあそれですね、こんな感じでした。はい、得点、はい、英語のリーディングが87、リスニングが83、計170、国語が130、数学 1A 64、数学 2B が61、世界史が98、日本史が91、で生物基礎が30点、地学基礎が20点。はい、合計がですね、見えますか？合計が900点満点中の664点でした。はい、ということで、まあ、東大志望者にしては低い点数だと思います。まあ見てる方はお前何年やってその点数取ってるんだよってすごい思われると思うんですけれども、まあ僕もちょっと思っていますが、やっぱりなんでこんな低い点数になってしまったかというと、基本的にはやっぱ二次試験の勉強偏重で対策をしていたっていうところがあると思います。で、まあ、本当に優秀な方などは、まあ、そんなことね言わずに、まあ、当たり前のようにセンター試験はできると思うんですよ。ただ僕、まあ、そんなにできる人じゃないので、はい、やっぱりこの一個一個対策していくと、まあ、その場所はできるけど、今度こっちおろそかにやって忘れたりとか、もうその繰り返しですね。なんで、まあ、共通テスト対策をまた改めてしないとこういうことになるっていうことはすごい何回浪人していても忘れてしまうって、そういうのをすごい実感しました。まあ、特に数学が今回やっぱ良くなかったんですけど、まあ、1A、2B ともに結構共通テストならではの問題、まあ、文章題みたいなところの読解っていうのがすごい、集中して間違えていたなっていう印象で、やっぱり二次偏重の勉強していたのでその辺が弱くなっていたなっていうことを、まあ、それを実感、まあ、おそらくそうなるかなっていうちょっと感じもあって、今回ちょっと受けてみようというふうに思ったので、まあ、それをしっかり実感できたことは今回の収穫の一つだと思います。まあ、なので、まあ、あとはやっぱ気になるのは点数で言ったら、まあ、生物基礎とか地学基礎とかだとは思うんですが、まあ、この辺は、まあ、もう何回かある程度詰めては、過去に詰めたことがある教科なので、まあ、さらえば点数は一気に上げることができるんだろうだとは思っております。まあ、にしても地学基礎20点っていうのはやっぱ低いですね。まあ、生物基礎30点に対して地学基礎は20点、まあ、解いてる時も結構当てずっぽでもう書いてましたも忘れてたから、はい。で、うん、まあ、国語も130点と結構いつもの結果に比べたら、まあセンター試験とか、まあ、共通テストの時の本番の点数に比べたらだいぶ低い点数を取ってしまいました。まあ、模試のちょっと現代文は、なかなか、まあ、どの程度当てにしていいかっていうのはちょっと難しいところがあると思うんですが、まあ、古文漢文で、特に古文ですね、まあ、32点50点満点中32点と、しっかり落としているので、ここはもう一度基礎から復習し直していきたいと思います。まあ、英語の方はですね、まあ、リスニングは僕の中で83点っていうのは、まあ、悪くはないのかなっていう印象はありました。まあ、リスニング結構難しいなっていう、共通テスト試験でも難しいなっていう印象はあったので、まあ、リーディングただ87点、まあ、9割はいきたいなっていう印象です。そして、まあ、地歴に関しては、自分の中ではちょっと固めきってはいないんですが、それでも、まあ、世界史は98点取ることができて、日本史は91点取ることができたので、まあ、ひとまずそこまで力を入れなくても、まあ、今はいいのかなっていう気もしています。はい、まあ、追い込み期に一気に詰め込もうかなっていう以上です。うん、はい、まあ、全体で998点、ちょっと一応判定も出ているのでその辺をちょっとご紹介していきたいと思います。まず第一志望ですね。第一志望が、はい、東京大学の文化三類 D 判定でした。はい、まあこの点数だったらそうですね、 D 判定ですね。この点数はこれ致し方ないです。何も言うことはないです。これ受け入れるしかないです。それで頑張っていくしかないです。はい、
続きまして第二志望も、はい、東京大学、はい、文化二類 D 判定です。で文化三一類ももちろん D 判定、 D 判定がね3つ続いていますが、まあ共通テスト模試は、普段あんま受けたことなかったんで、なんかちょっと志望校結構書く場所がたくさんあるんですね。でなんかせっかく、まあ、YouTube もやってますし、まあ、おまけみたいな感じでいろいろな他の大学だったらどうなるかっていうところもちょっとご紹介していければなと思ったので、ちょっとまあ第4志望以降もちょっと書いてみました。じゃあそれをちょっと紹介していきたいと思います。まあ、第4志望で書いたのは他のが見える第4志望がこちら、京都大学の人間総合という学部にちょっと書いてみました。どの教科が採用されるかっていうのを全く分からずに書いたところ、いい判定が来ました。はい、おそらくセンター試験で使われるのが、世界史、日本史、生物基礎、地学基礎ということで、まあ、地学基礎、生物基礎がかなり低い点数だったのでいい判定となってしまったと思います。なんですね。はい、そしてじゃ第5志望に書いたのはこちらです。こちら、はい、東北大学文学部。これは僕が十数年前に浪人して受かったところで、今の学力だとどれぐらいの判定が出るかちょっと気になったので書いてみました。 B 判定でした。まあ何とも言えないですね。 B 判定ですね。まあ、東北大学は多分文学部はそれほど旧帝国大学の中では難しくない学部だったのかなっていう気はしています。はい、そしてもう一個、僕がかつてに入学して3ヶ月辞めた大学、早稲田大学人間科学部、 D 判定でした。厳しいですね。やっぱセンター試験利用は厳しいですね、早稲田とか慶応とかになると。はい、まあ、それと今回国語が悪かったので、まあ、そこも影響していると思います。といった感じで、まあちょっと余白の部分に他の大学書いて、ちょっと余裕でちょっとね、他の大学なら余裕だよっていうところを見せたかったんですけど、ちょっと共通テストもしのこの結果だ と、 ちょっとそれを見せることもできずに、ただ悪い判定がついてダメ押されるという感じになってしまいましたが、まあ、ある意味ちょっと自分の中ではちょっと想定の範囲内の点数ではあったので、ここから、共通テストも、まあ、本当第一段階選抜で、最近はあまり高い点数じゃないので二次試験受けることができていますが、結構安心して第一段階選抜を突破できるぐらいの学力はつけたいなと、3度目の正直で4度目でした4度目の正直で思っています。はい、そしてまた9月の半ば頃に、9月の半ば頃に寸大のですね、共通テスト模試がありますので、一旦ここはそれに向けて共通テストの対策、特に数学の方を対策して臨んで、点数をしっかり上げてちょっと安心感を得たいなと思っています。はい、といったことで今回は東進の8月実施第3回共通テスト模試の結果が返ってきたので、その結果を ご報告させていただきました。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。